こんにちは、メイコー TV のストーです。本日もよろしくお願いいたします。今回はとってもすごい報告があります。なんと株式会社メイコーの本社ロビーがリニューアルいたしました。約10年ぶりのロビーリニューアルで、東証一部への上場変更を記念して行いました。それではロビーリニューアルのビフォーアフター映像をご覧ください。どうぞ。いかがでしたでしょうか。メイコーのコーポレートカラーの青色を基調としたシンプルなデザインながら、映像展示を多く取り入れた仕上がりとなっております。新しいロビーではメイコーの最新のプリント基板の技術や、今までロビーでは展示していなかった EMS 事業や映像事業のマルチビジョン、メカトロ事業のロボットまでを幅広く展示しております。プリント基板のイメージが強いメイコーですが、ロビーでは基板だけじゃない新しいメイコーを知ることができるようになっております。メイコーにお越しになる際はぜひご覧くださいね。チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしております。プリント基板の製造はチャンネルのリンクからメイコーの EC サイト、メイコーラボへ飛ぶことができますので、こちらもお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。